今年は世界リレーに出場するっていうことは一つ目標として守っていたので、そこをま達成できたっていうのは、うんまあ、最低限の目標だったので良かったかなとは思います。まあ、今年から新しくナショナルリレーチームというものが発足して、あのこうチームとして戦うっていう意識が今までとはこう違った形で。 迎えるる試合になると思うので第1回目からそういう試合に参加できるっていうことはとても光栄なことだと思うのでまああのやっぱりできれば表彰台っていうところを狙ってで記録的にもあの日本記録だったりとかってうそういうところを一つ上の段階で戦えるようにやっていければなと思うんですけど各まあ強豪国に比べるとやっぱ個人の力っていうのはどうしても劣っているところがあると思うんですけど。 やっぱりチームワークであったりだとかバトンワークで詰めているところがあると思うのでしっかり日本の強さを見せられるように戦っていければなという気持ちですねメダル取りたいですねは <laughs> いつも応援ありがとうございます、えー、無事に世界リレーの代表として選んでいただきましたいつも皆さんの応援があることで僕も頑張れていると思いますのでこれからも応援の方よろしくお願いします